2010年の東北楽天ゴールデンイーグルスでは2010年の東北楽天ゴールデンイーグルスにおける動向をまとめる。この年の東北楽天ゴールデンイーグルスは、マーティブラウンが1年だけ監督を務めたシーズンである。このシーズン終了後、岩隈久志がポスティングシステムで MLB 移籍を試みたが、落札したオークランドアスレチックスとの交渉が不調に終わり、 翌年もチームに残留した。開幕4連敗し、シーズン序盤から低迷した。交流戦に入り、12チーム中5位と検討したが、パリーグのチームが上位6位までを独占したため、交流戦の好調によって、リーグ順位を上昇させることはできなかった。交流戦明けのリーグ内の対戦においては、再び負けが先行するようになり、6月26日に最下位に転落すると、 そのままシーズンを6位で終えた。シーズン終了後、ブラウン監督の退任が決定し、後任に星野先一が就任することが決定した。また、エースの岩熊がポスティングによるメジャーリーグ移籍を目指したが、落札したアスレチックスとの交渉が不調に終わり、来シーズンも残留することが決定した。日本生命セパ交流戦2010本説では、 毎シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。本節では本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する。ありがとうございます。